アグネス・タキオンは日本の競争馬である。名の由来は冠名、超高速の粒子の意味を持つタキオン。主なカチクラは2001年のサツキ賞。タネボ馬としても成功し、内国三馬としては雲旗以来51年ぶりとなる中央競馬リーディングサイヤーを獲得している。前アニは2000年の東京優秀に優勝馬のアグネス・フライト。母、アグネス・フローラは 大歌賞優勝馬で優勝品馬2着。祖母、アグネスレディは優勝品馬優勝馬。母、祖母、兄は同じ川地方機場で GI を制している。現役中にバレーの表記が変更されたため競争米以外は現表記を用いる。デビューは比較的遅く、2000年12月の阪神市は2000メートル新馬戦となった。 アグネス・フライトの全弟ということで注目を浴びた。ものの、調教タイムが目立つ数字ではなかったため3番人気に、とどまった。しかしレースでは、シンバにもかかわらず、上がりサンハロン33秒台を記録し、2着、リブロードキャストに3馬身反差で圧勝。3着に、名称ラムセス。5着に1番人気のボーンキング。9着に、アドマイアセレクトという力馬。 両決場の集まったレースだった。続くラジオパ波イ3歳ステークスは相手がさらに強力であったが2歳2000メートルのレコードタイムで圧勝。二馬新ハンサの2着はジャングルポケット3着は黒船と後の,の GI 優勝馬が1着、2着、3着を占めるハイレベルな一戦であった。スローペースを察し3コーナーで早くもまくり始め、 4コーナーでは先頭に並ぶという、いわゆる早仕掛けと言われる戦法を取ったにもかかわらず、出走馬の中で最速となる上がり3ハロン34秒1を記録するという勝ち方であった。レース後に、安城の河内は次元の違う馬だと確信したと話し、黒船ジャングル2頭を相手に、うちの馬がどんな競馬ができるか。と、レース前には期待と、不安混じりだった管理調教師の長浜は、 兄と比べ競馬内容がいいとアグネスタキオンの走りを高く評価。朝日杯3歳ステークス優勝馬が選出されることが通例の最優秀3歳馬バの選考では朝日杯優勝馬メジロベリーの147票に対しアグネスタキオンは異例と言える119票の支持を集めている。両馬であるアグネスゴールドとの兼ね合いから陣営は翌2001年の年明け初戦に やよい賞を選択。前から公言しているように3冠を取れる、可能性のある馬と長浜に評された、アグネスタキオンの出走を受け、他陣営は次々と回避を、表明、8等立てという小等数で行われた、このレースでも強さを発揮。不良馬場の中、手前を変えることなく2着のボーンキングに5馬審査をつけ、勝利、また4着には、後の喫下勝馬である。 マンハッタンカフェもいた。この日のレースを振り返り、両馬場ならもっと強い競馬をお見せできたと思う。今日は消灯数だから、参考にはならないと強気なコメントを残した川内に、対し、ボーンキングに起乗した、竹豊は、強すぎるね、クラシックもハンデ戦にしないとねと、冗談交じりにコメントしている。前走にて課題であった、前につける競馬をクリア、またアグネス・タケオンと、 並び有力視されていたアグネス・ゴールドの故障離脱によりサツキ賞にて圧倒的一番人気を集めた同馬は歴代2位となる59.4%の単勝支持率を受け出走。好位4、5番手から難なく押し切るレースで優勝。この勝利に河内は単勝1.3倍。お兄さんとは立場が違っただけにほっとしたと心境を述べている。 これで4戦全勝、しかもいずれも危なげのない内容での勝利であったことから三冠達成が期待されたが、5月2日に、左前は浅く謙延を発症し、日本ダービー出走を断念。嬉しいが、アグネスゴールドのようにならないかが気になると、サツキ賞優勝の傍ら、今後売れる長浜の不安は現実のものとなってしまった。その後、社大ファームに放牧され、 関係者協議の上で引退が決定。8月29日に引退発表がなされた。9月30日には阪神競馬場で引退式が行われた。同馬が下した同世代のジャングルポケット、黒船、マンハッタンカフェ、ダンツフレームらが後に活躍を見せたため各市では最強世代との呼称で呼ばれ、その世代で突出していた同馬の評価は引退後も高まっていき、 幻の三冠馬と呼ばれることもある。鑑賞に見えたサツキ賞に関しても、安城の河内は、この馬本来の走りではないとコメントしている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。タイムランの R は、レコード価値を示す。2008年10月15日、八代大スタリオンステーションでの様子引退後は、八代大スタリオンステーションで、 種ボバとなった。初年度3区のデビューした2005年に、中央競馬の夏のローカル開催で複数の3区が、次々と勝利を飾り、最終週には、東の新潟2歳ステークスで、湘南タケオンが優勝、西の小倉2歳ステークスでも、東方アモーレが3着という活躍を見せた。中央開催に移ってからも3区は優秀な走りを見せ、初年度3区は、 中央競馬の2歳戦で合計27勝を挙げた。最終的に JRA リーディングフレッシュサイヤーに輝き、JRA2 歳リーディングでも総合2位となった。このような活躍を背景に2006年の種付け量は前年の500万円から1200万円になった。2006年には2世代の3区で中央競馬において91勝を挙げ、初年度3区のロジックが NHK マイルカップを制し、これが3区の GI 初勝利となった。ファーストクロップから順調に活躍場を排出しており、サンデーサイレンス泣き後のエース格として扱われ2008年に JRA 総合リーディングサイヤーを獲得。内国産守護場としては1957年の雲畑以来51年ぶりとなる快挙を達成した。 リーディングサイヤーを獲得した翌年2009年も順当に種付けをこなしていたがシーズン終盤の6月22日つなぎを先のヤシロ大スタリオンステーションで死亡した死因は急性心不全だった2010年度の3区がラストクロップとなる2010年4月18日に中山競馬場第12競争として施行した JRA プレミアムレース 中山スプリングプレミアムにおいて、当馬が最多得票を獲得したことから、アグネスタキオンメモリアルの副名称を付与して、施行された。2021年1月16日、地方競馬を含めて、最後の現役産区であるアクションスターが登録抹消となり、すべての現役産区がいなくなった。年度別セラブレッド系総合成績種護馬としての記録不字は、 G.I.Q. 競争ロジックイワスカーレットディープスカイキャプテントゥーレイリトルアマポーラレイブディソールありがとうございます